中学2年の夏に思うこと、今僕がここに書いていることを2019年の夏にも同じように思い感じていたら、それは僕がこれからの10年を精一杯生きた証だと思う。僕が講道館で柔道を始めたのは小学校入学直前の春休み2002年3月だった。当時日本の柔道は全盛期だったと僕は記憶している。様々な国際試合で多くの日本人選手が見事な技で勝つのを見て感動したのを今でもはっきりと覚えている。しかしいつからその無敵だったはずの日本の柔道に陰りが見え始めてきた。それを決定的にしたのは、鈴木選手が投げたはずが相手に返されたと見なされてしまい、最後に背中をついていた鈴木選手が負けてしまった試合だと僕は思っている。あの時僕は幼い何に何かが違う、変わりつつあると感じた。僕が今まで習ってきた柔道が完全に否定されたような気がしたのだ。そしてその時だった。僕は僕が習ってきた日本の柔道を後輩たちに誇りを持って伝えていきたい。世界が何と言おうとも、僕は僕の信じる柔道を続けていきたいと思ったのだ。なんとなく将来について考え始めていた。小学校も終わりの頃のことだった。柔道がアルファベット GUDO になることも、僕にとっては柔道であり、勝つことだけが目的ではない。柔道から僕が学んできたことはあまりにも多く、 GUDO で片付けることはできないのだ。僕は柔道の指導者になりたいとその時初めて思った。勝つことだけでなく、人として学ばなければならない、全てのことが指導できる人間になりたいと思ったのだ。2009年夏、小学生の時に感じたあの思いは今も空わることなく僕の心の中にある。指導者になりたいという僕の思いはさらに強くなってきている。柔道部部長になった今、その責任の重さを痛感している。みんなをまとめ引っ張っていくことの難しさ、自分の意見を言うだけではなく周りの人の意見もきちんと聞き支えられることを常に忘れずに、感動して行動しなければならないことに気づかされた。周りの人の意見を聞くことはとても大切なことだが、決して流されてはいけないこと。この兼ね合いが何とも難しい。行き過ぎると自分勝手だと思われるし、足りないと優柔不断だと思われてしまう。また柔道のことだけを考えていれば良いわけではない。一応僕は中学生、勉強もしなくてはならない。文武両道とはよく言ったものだ。これがまたとても難しい。勉強に力を入れると柔道の稽古がおろそかになり、柔道の稽古に力を入れると勉強がおろそかになる。このバランスの取り方は僕の一生の課題になっていくことだろう。僕の目指す指導者になるためにはまだまだ学ばなければならないことがたくさんある。その基礎の段階がまさしく今、中学校時代だと思う。勉強、柔道はもちろんだが、何事にも負けない強い精神力、優しい心、思いやりの精神なども人として学ばなければならない大切なものだ。今の僕はこれからのことを頭では理解できているが、実際に行動するとなるとうまくいかないことが多い。僕は残りの中学校生活を大切にし、様々なことを十分に学べるようにこれからも努力していきたいと思う。夢への近道はない。コツコツと努力を重ねた先に僕の思い描いている夢があるはずだ。僕は努力は裏切らないと信じている。10年後もまだ努力の途中かもしれない。それでもいい。夢に向かって一つ一つ小さな目標を達成していけば、その夢は叶うはずだ。柔道の先生が言っていたことだ。小さな目標の一つも達成できなければ夢には届かない。僕はこれからも夢に少しでも近づけるように
目標を一つ一つクリアしていくつもりだ。これを読んでいる10年後の僕の価値観と今の僕の価値観が同じであってほしい。10年後もなお小さな目標を一つ一つクリアしている自分であってほしい。そして大好きな柔道に関わっている自分であることを心から願っている。